松久さんは、日本の空手屋。APEX 代表。岐阜県岐阜市出身。公益財団法人全日本空手道連盟公認5段。全日本空手道連盟は同会公認5段。身長181センチメートル。体重75キログラム。血液型は A 型。日本空手界の若き帝王。蹴り技のファンタジスタとも形容され。 世界空手道連盟におけるサソリ蹴りの創始者でもある。岐阜市立、西中学校、岐阜県立技南工業高等学校、近畿大学省経学部卒業。2004年度から2012年度まで、全日本から手道連盟全日本強化選手。2015年度から全日本から手道連盟全日本強化委員会委員。全日本から手道選手権大会優勝を4回。 全日本実業団空手道選手権大会優勝を4回、国民体育大会優勝を3回、世界空手道選手権大会出場を5回、3位、入賞3回、アジア空手道選手権大会優勝を2回など、国内外の大会で優秀な成績を収めた。2012年12月9日、第40回全日本空手道選手権大会、優勝をもって現役を引退。 現在は、流派、会派を問わず、競技で強くなりたい、試合で勝ちたい、そして、何より、空手道が大好き、と思う人たちのための空手道場、てっぺん塾を運営している。ありがとうございます。